こっちに来い。話がある。だからその日出会えたのは本当に偶然だった。先生、お前自分で自分が恥ずかしくないのか。他人に迷惑かけて、真面目にやってる生徒たちにも迷惑かけてるんだぞ。ガタ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 うるせえな。怒鳴りゃビビると思ってんのか。やめろ。いいか、親が来るまでここにいるんだぞ。逃げ出してんじゃねえよバーカ。面倒見きれねえくせに選ぶりやがって。待ってたってあいつらはどうせ来ねえよ。何をそんなに怒っているんですか。はあ、誰だお前。説教なら他でやってろバーカ。説教ではないです。ただ何がそんなに腹立たしいのかと。なことてめえに関係ねえだろ。どっか行けよ。はい、でも興味があります。全部だよ、うるせえな。全部全部全部ムカつくんだよ。あいつらも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 お前も全部全部お前ら全員大嫌いなんだよ。人をクズ扱いしやがって。お前らだってクズのくせに、大した人間でもないくせに。みんなみんないなくなればいい。お前ら全員死ねばいいんだ。死ね、死ねよ。でも構ってほしいんでしょ。振り向いてほしいんでしょ。人に必要とされたいんでしょ。話を聞いてほしくて、分かって受け止めてほしくて、人に愛されたいのでしょ。俺はそうだよ。なんでこんななっちゃったんだろう私。なんでそんなになっちゃったの。私が一番私に聞きたい。なんで、なんでこんな。どこで間違ったのか、何が間違いだったのか。悲しい、寂しい。人として愛し愛される人間になりたかった。なのにこんな自分にしかなれなかったことが。寂しいんですか。じゃあ抜け出しましょう、一緒に。ちょっと。ああ、俺は本田克也と言います。よろしく。第一印象は変な